ばんは、くしゃんとまおです。よろしくお願いします。季節は秋に差し掛かろうとしていますので、はい、本日は私たちなりの秋口のコーデを紹介していこうと思います。で、今回は普通に秋のコーデみたいな感じで紹介するだけでなくて、インスタでアンケートを取って、ちょっと我々でコーデ対決っていうのをしていました。はい、まあ、具体的に中身を言うと、我々二人が秋のこのシチュエーションだったらこのコーデみたいな、まあ、例えば代官山でランチするならっていうシチュエーション別に1枚ずつ置き画でコーデ写真を出し合って、はい、まあ、私とマー君のコーデどっちがいいかみたいなアンケートを取って対決してみたんですね。まあ、もちろんこの好みは人それぞれなので勝敗を出すようなものではないと思っています。我々も好きな服を着ているだけなので、まあ、桶を狙っているわけではありません。まあ、ただ動画の企画として普通にまあコーデを紹介するだけでなくて、まあ、たまにはこういうのもありかなと思って、はい、あとは視聴者の方でもね、まあ、楽しんでいただけるかなと思って今回勝負形式っていうものをしてみました。はい、ご了承ください。で、あとね、これだけはちょっとお伝えしたいんですけど、はい、マー君のインスタフォロワーが4000人ぐらいです、はい、そうですね、はい、そこのマー君のインスタのストーリーズの機能を使ってあのアンケートを取ったので、はい、ちょっと私はちょっとドアウェイみたいな感じなんですよね。いや、まあ、ちょっとこれだけは、はいはい、言いたいんですけど、まあ、ただちょっと写真だけじゃもうどっちのコーデか分かんない感じにしておいたので、ね、もうそこはもうフェアな戦いかと思います。大丈夫ですかね、はい、はい、多分まあ全部ジーンズなんでバレますかね。ちなみにですね、クッシャンはまだあのアンケートの結果を知らないので、そうなんです、今日のこの動画で、はい、もう動画の撮影中にようやくあの結果を知ることになります。なんであのまあシチュエーション別にコーデを紹介し合いながらアンケートの結果とかも発表していきたいと思います。はい、対決するシチュエーションはですね、まあ5つご用意しております。1つが代官山でランチ&ショッピングで、2つ目が代々木公園でピクニック、3つ目が温泉一泊旅行、4つ目が、美術館、最後5つ目がお家でまったりというシチュエーションになっております。はい、まあ、5項目ですね。はい、はい、それぞれのシチュエーション別に、勝敗を決めていって、で勝ち点が最後多い方が勝利ということにしましょう。5項目なんで、はい、3勝取った方が勝ちってことですね。そうですね。じゃあ、 あの敗者はこの後ちょっとビールをおごりましょうか。そんなこと言っちゃって大丈夫ですかまあ僕は結果を知ってますからね。そうですね、はい、まあ、じゃあ負けた方がビールおごりということで、はい、はい、最初のシチュエーション、代官山でランチ&ショッピングというシチュエーションですね。はい、まずクッシャンが考えたコーデがこちらです。はい、はい、はい、じゃあちょっとクッシャン詳細の説明をお願いします。はい、まあランチなんで、まあリラックスしつつ、はい、少し品のある街なんで、はい、代官山っていうことで、ちょっとジャケットを羽織ったスタイルにしていました。まあ秋のジャケットといえばね、やっぱりツイードジャケットですよね。はい、ツイードジャケットにボタンダウンのシャツ、まあ、リーバイス501、ごくごく定番のスタイルですね。で、足元はチーニーのプレーン2を合わせていました。スウェードなんですけど、はい、まあ、表のレザーだとちょっとラギットな、まあ、アイテムばかりなので、まあ、靴もあの表レザーだとちょっと男らしくなってしまうかなと思ったので、はい、ちょっとスウェードにして、まあ、秋らしくマイルドに、はい、スウェード素材のものにしていました。素敵ですね。なんか次に僕のコーデがこちらです。はい、はい、で僕のコーデに関してはあのクッシャンもさっき言ってたように、代官山という街があの結構品のある街だと思ったので、少し綺麗め系にしてみました。僕にしてはで使ってるものがあのセントジェームスに、ラコステの、カーディガンを羽織って、アーテ製の結構色落ちしてるものなんですけど、あの、まあ、スラッとしたシルエットのジーンズを履いております。で足元は、あまりちょっとあの気を使った格好じゃない方がいいかなと思ったので、ローファーを合わせております。まあカジュアルなアイテムですけど、はい、うん、一つ一つがちょっと上品にまとまってますよね。はい、うん、いいと思います。ありがとうございますじゃあ結果発表いってみましょうか。はい、投票総数がですね、はい、791票。あ、そんな入ったんですね。はい、投票きました。めっちゃ入りましたね。はい、すごい。で結果いってみましょうか。はい、コーデ A、まあ、僕の方ですね、はい、マー君、はい、僕のコーデ投票数、はい、211。おコーデ B、グッシャンのコーデやった580ということで、あ、そうじゃないですか、はい、このシチュエーションはグッシャンの勝利となりました。はい、すごい、そんな入ったんですね。いや、すごい入りましたね。でもこれちょっともう初っ端から結構差がついてたので、圧勝ですね。ちょっとあのもう消したろうかなって思いました。このシチュエーションなしにしようかなって次のシチュエーションは代々木公園でピクニックです。まずクッシャンが考えたコーデがこちらです。クッシャン、じゃあ詳細の説明お願いします。はい、まあ、公園散歩なのでカジュアルにしてみました。はい、まあ、ウエスタンシャツにフランス軍のチノパンですね。はい、でかなり土臭いコーデなんで、先ほどと同じくチーニーのスウェードで、はい、ちょっとマイルドに上品さを追加しました。あとはまあニットをね肩掛けしてさらに上品さを追加しました。はい、なんかでも大人の休日感が出てる。そうですね、このニットの肩掛けはでも、はい、
あんまりね好きじゃない人多いと思うんですけど、特に女性とかね、はい、肩掛けがなかったら少しあの、まあ、土臭いというかちょっと男らしい感じがね、はい、男らしすぎる感じはするんですけど、はい、これが本当にいい感じに、うん、あの綺麗め方向に寄せていってくれてるのかなっていう感じはします、ね、そうですね、はいはい、まあ、あとはスエードについてですけども、まあ、スエードってもともとカントリー由来のね、はい、靴なんで、まあ、土の上を歩くことを想定されている素材なんで、はい、まあ、こういう土臭いコーデに合うしプラスで、まあ、品みたいなものを出してくれるんで、まあすごい僕は好きですね。まあさっきも言ったけど表側のレザーだとちょっと砂とかね、はい、ついちゃうとね、うん、やっぱり目立つじゃないですか。そうですね。でもスエードとかね砂ついても本当に毛が立って毛先だけ砂ついて目立たないし、はい、で僕のコーデはこちらです。ちょっと上品さはなしで行かせていただきました、うん、ちょっとかなりもう本当にスポーティーな感じのあのラガーシャツに太めのジーパン、うん、まあリーのジーパンなんですが、で足元はコンバースのジャックパーセルを合わせさせていただきました。もう本当にいくらでも走り回れるみたいな格好ですよね。もう僕の想定ではこれを着てあのバドミントンをするっていう想定でコーデ考えさせていただきました。あ、確かに。なんでこのカバンの中にはバドミントンのセットが入ってます。あ、それを聞くとこっちの方がちょっといいかもしれないですね。まあ、確かにちょっとピクニックっていうテーマが、まあ、シチュエーションがちょっと解釈が違ったかもしれないですよね。僕はもうただお弁当を食べるから、ね、まあ、せっかくなんで僕結構アクティブだったりするので、はい、本当に動きやすいような格好でまとめさせていただきました。これはですねかなり接戦でした。あ、接戦、はい、投票総数は815票入ってます。すごいですね、そんなに入れていただいて、はい、コーデ A、 僕のコーデですね、はい、僕のコーデが356票、コーデ B、 クッシャンのコーデ459票ということで、こちらもクッシャンの勝利となりました。いやもう納得いかないわ。リーチってことですよね。もうリーチです、もうリーチです。ちょっと悔しいですね、はい、まあでもちなみにねちょっとこれだけは言いたいんですけど、はい、本当にもう2人とも、はい、勝ちに行くコーデじゃないって、ね、そうですね、本当にいつも通りのコーデを考えて、自分が本当にやってるコーデっていう感じですよね、うん、特に勝ちに行ってるわけではないっていう、はい、はい、でも嬉しいですね勝つと。あ、接戦ですね。そうですね、 44% と 56%。 そうですね、でもまあクッシャンのコーデ見るとやっぱでもこのコーデすごいいいなって僕思いますね。あ、ですか、はい、バドミントンはできないけど、バドミントンするにはちょっとカチッとしてる感じはしますけど、でも全然できますよこれ、はい、まあ、確かにちょっと気使っちゃいそうなしますよ、はい、ということでじゃあ3つ目のシチュエーションいってみましょうか。3つ目のシチュエーションは温泉一泊旅行というシチュエーションです、はい、クッシャンのコーデはこちらです。詳細説明お願いします。はい、ジャケットは先ほどと同じツイードジャケットで、まあ、温泉といえばもうカントリーテイストでスポーティーなツイードジャケットが非常にマッチすると思います。20代の方とかちょっとジャケットって思うかもしれないですけど、30とか行くとちょっと落ち着いたから、はい、なおかつスポーティーさもあるツイード素材のジャケットですね。これ何がいいかってやっぱり脱いでねカバンに入れてもシワにならないし、もう気兼ねなく使える、はい、適当に扱っても大丈夫みたいな、がやっぱりツイードジャケットのいいところかなと思いますね。でまあ茶色ベースですけど、近くで見ると赤色の毛糸とか使ってるんで、はい、まあ同系統のピンクのシャツをちょっと、あんまり僕ピンクのシャツ着ないんですけど、うん、ちょっとまあ温泉だし、はい、攻めてみてもいいかなと思ってピンクシャツを着てみました、はい、靴は、まあ、クロケット&ジョーンズの、着火ブーツですね。チャート C っていうモデル、まあ、これもスエードです。なんかスエードばっかりなんですけど、じゃあ次僕のコーデいってみましょうか。僕のコーデはこちらです。おお、いいですね。まあ温泉っていうのが少しちょっと肌寒かったりすると思うので、はい、まあ、スウェットにダウンベストを羽織っております。温泉行く時ってあんまりこうかなりリラックスしたコーデにしたいので個人的には、うん、あのまあ、足元とかビルケンのサンダル、うん、これがあのボストンっていうモデルなんですが、つま、うん、先の方までしっかりとこう守られるようなレザーサンダルにしております、ね、はい、まあ、こう靴下とか可愛いの合わせたりするとかなり可愛く決まったりしますね、うん、あとまあ温泉入った後とかあの、まあ、髪型とかあんま決めたくはないので、うん、あのデコっていうところの米ハットっていう、まあ、ちょっと可愛い感じのハットを合わせております。いいですね、アウトドアっぽい感じで。そうですね、まだ眩しくてアクティブな感じ、ね、はい、じゃあ結果発表いってみましょうか。こちらはですね投票総数がですねこちら807票です。おー、ありがとうございます、はい、すごい。僕のコーデが574票、クシアのコーデは233票でした。ありがとうございます。よかった、ちょっとリーチ阻止できました。これは確かにちょっと、はい、うん、まあ、僕はすごいお気に入りのコーデですけど、うん、受けは良くないかなとは。受け狙ってないですから。受けは狙ってない。はい、全然負けても悔しくないです、はい、まあ、それもだから解釈の
違いですね。そうですね、温泉ってマジ本当にリラックスしに行くところだったりすると思うので、うん、まあリラックスしたコーデにしたんですけど、でも全然このクッションのコーデもすごい素敵ですよね。ジャケットっていうのがあんまりリラックスした印象ではないっていう方が多いとは思うんですけど、さっきクッションが言ってたように、あのツイードジャケットって、まあ、そこまであの普通のテイラードジャケットみたいなものほどこうきちっとはしてないっていう感じですよね、うん、はい、まあこうさっき言ってたようにこうくしゃってしてもあのまあ、シワとかつかないって言ってた通り、温泉に来てっても全然いいのかなっていう感じはしますよね。4つ目のじゃあシチュエーションいってみましょう。4つ目は美術館というシチュエーションです。まずクッシャンのコーデはこちらです。これはまあラコステのネイビーに、まあ、ニットをまた肩掛けして、はい、グレーのトラウザーズにジェームウェストのローファーを履いております。美術館ってなんかちょっとリラックスもできるし、でもリラックスしすぎたらダメじゃないですか。一応ちょっとなんか育ちの良さみたいなものを出したいので、育ちのいいコーデにしてみました。あと芸術のね邪魔をしてはいけないということで、ちょっとダークトーンにして周囲への気遣いも、はい、バッチリなコーデです。僕のコーデはこちらです、はいはい、で今もうほんとクッシャーが言ってたのがおっしゃる通りだなって思ってて、周囲への気遣いみたいな、その芸術を邪魔しちゃいけないみたいなリスペクトですね、はい、芸術気持ちもあってかなりあの、まあ、ダークトーンにしてみました。シャツ、白いワイシャツに黒だから見づらいとは思うんですけど、ワークジャケットみたいなものにあの色濃いめの、ジーンズで、足元は黒の YouTube のアレン・エドモンズの、革靴にしております。じゃあ結果発表いってみましょうか。はい、投票総数がですね833票。あ、なんでこれ多いんですかね、はい、そうですね、これすごい多かったです。でこちらのコーデ、僕のコーデが542票、クッシャンのコーデが291票ということで、僕の勝ちです。ありがとうございます。まあまあまあ、ちょっとこれはまあ負ける気がしてましたね、はい、自分の中ですごい好きなコーデなんで、うん、ただまあ、うん、受けは良くないやろうなって思ってました、はい、まあ受けじゃないんでね。でもこれで2勝2敗ですね。そうです、はい、これで2勝2敗です。すごいいい試合ですね。はい、もう次で全てが決まるということで、うん、最後のシチュエーションはお家でまったりというシチュエーションです。じゃあクッシャンから行ってみましょうか。こちらですね、はい、はい、まあ、正直まあお家では T シャツにまあジャージとかね、そういうのが多いですけど、まあけれどダラダラせず読書したり、近所散歩したり、なんかコーヒーを入れたり、私のモーニングルーティーン、はい、ね、休日を過ごすにはちょっとパジャマでいるよりリラックスできて、なおかつまあこういう自分が好きなものを着るのがまあやっぱり気分が上がるかなっていうのがありますよね。でセントジェームスのバスクシャツにと、まあ、フランスのシノパン軍地のですね、足元はまあフランスのジェームウェスト、まあリラックスできるし、うん、本当気分も上がりますので、個人的にとても好きなスタイルですね、はい、まあ、ワンマイルウェアとしても成り立ちますし、はい、ちょっとこれはなんか勝ちに行こうって思これだけちょっと勝ちに行こうって思いました。なるほど、はい、なるほどですね、はい、これはやられたなって思いました、ね、僕のコーデこちらです。はい、これはもう勝ちました。もうこれでちょっとあのだってまったりじゃないですか、はい、もうまったりって言ったらこういうことじゃないですか。いやもうそうやったらもうパジャマ出す方がいいじゃないですか。パジャマではない、ではない、パジャマではないんですよ、うん、なんかちょっとパジャマですね、はい、休日ルーティーンを撮影されてるような気持ちで、はい、あなんかおしゃれにコーヒー入れたり、はい、でも僕のこの格好でこうやってあのなんかハンドドリップでコーヒー入れてたらちょっと良くないですか。まあいいシャツですよね、はい、ファイブブラザーのネルシャツなんですけど、はい、チャンピオンのスウェットを合わせてアメリカのモーニングルーティーンみたいな、まあ多分こういう格好してないと思いますけど、ね、現地の人はアメリカ人男のモーニングルーティーン、はい、そうですね、あのパンケーキ焼きながらこうハンドでコーヒーを入れるっていうシチュエーションのコーデです。はい、結果発表いってみましょうか、はい、まあまだ分かんないんで、まだ分かんない、まだ分かんない、僕のインスタグラムですからね、僕が有利に決まってるんですよ、はい、みんな真央くんをフォローしてる方ですはい、はい、行ってみましょうか、はい、投票総数833票、すごい833票で、うん、コーデ、僕のコーデが109票、クッシャンのコーデ724票、ありがとうございます。まあごめんなさい、ちょっと勝ちに来ましたね、これはこれは、はい、ごめんなさい、しょうがない。以上が秋口シチュエーション別コーデ対決でした。そして対決の結果ですが、私が2勝クッシャンが3勝で、はい、勝負はクッシャンの勝負になりました。投票してくださった皆様ありがとうございます、うん、いやでもすごいですね、こんなに入るもんなんですね、はい、そうですね、なんかびっくりしましたね、うん、なんか50票ぐらいしか集まんなかったらどうしようって思ってたんですけども、うん、本当に皆様ありがとうございました、ご協力いただいて、はいはい、楽しんでいただけましたでしょうか、はい、まあ、こういうのがたまにはね面白いかなと、いいですかね、はい、うん、はい、良ければこれからもやっていきたいと思います。あくまでね、はい、勝ちにこだわらない、そうですね、まあ、自分の好きなコーデを紹介して、うん、
まあ、ちょっと客観的に見れるっていうかね。そうですね、まあ、たまにはそういうのも必要かなっていうのもあるかもしれないですね、はい。まあ、負けてしまいましたが、僕のコーデの方が良かったよみたいな、ぜひコメント欄で励ましていただければと思います。まあ、もし好評でしたらね、まあ、次は11月くらいとかにまた、はい、そうですね、やりたいな、秋本番みたいな、はい、テーマで、まあ、好評かは分かんないですけど、はい、好評でしたらね、はいはい。このチャンネルでは他にも経年変化を共に楽しめるようなものだということだったり紹介しております。もし気に入っていただけましたら左下のチャンネル登録ボタンを押して経年変化以下の会員になってみてください。またいつもいいねコメントしてくださる方本当にありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。